こんにちは。さて、まだアップグレードなしの状態で、とりあえず6個クリスタルを集めないと話が進まねえという感じです。これは今は無視か。押せるけど、下のエリアは途中で止まることができんのよ、俺。結局意味がないという話だと思います。どこに行った？ここは今やんなくてもいい。なんだこれ、こんなものがなんでここにあるの？なんか特殊能力ないんだから。こっから来たら上に登ることはできる。押す意味あんの？押す意味あんのか。バツ印、バツマークのところまで行って帰ってこれなきゃダメ。帰ってこなきゃダメが難しいね。どう、これ2つある意味ないしな。何なんだこれ本当に。これやってこうするのかな。なんか意味が分かんないけど、でもこの箱を押していける場所も別にないな。階段から降りる。ん？これここが空いてること前提っぽい。これ開けに行かなきゃダメだ。まずそれを開けるには、やだわ、むずいわ。この場所ってどうやってストップするんだ？全然、え？そんな場所でストップする方法？何があんの？だって俺こっち側来たら、左端まで直行することしかできない。それを防ぐことができるアイテムなんてないんじゃない？あ、違う。一番下の段が空いてるんだ。一つは取れる。取れないです。お、止まる場所違うから。
え？ここまでやっといてあれ取れないの？え、でもこのステージ滑るの前提だよね。滑らなかったらいきなりあれ取ってクリアなんだから、滑るやろうっていうステージでこれをどうやって解くかだよな。なんだこの横のラインをストップさせる手段ないと無理じゃないかな。でもそんなところに箱を持ってこれるっていう動き方はないはず。今の俺は知らない、それを。雲の中入れる。あと2個。これが今回の謎解きっぽいな。この場所に何かがあるみたいなこと言ってる？滑らなくなるの前提だもんね。この雲を どこ行こうつうか、どこならやれんの？どこなら今の俺が解けるんだ。下に降りレバー、あそこが開通する。あーでもスタート地点がこっちになるのはなんかあるかな。なんもないな、別にどっからでもここ行けるな。
いや、下に行けないんだよ。下に行ったところでだもんな。行ったところで滑り止め。でもさ、これ滑り止めがあったら、そう、アップデートがないから腹立たしい。何も現状進められないのが腹立たしくて仕方ない。そこのそのアイテムは本当に今行かないとおかしいはずだって。滑らないなら即取れるから、今あれを取りに行く手段があるはず。ここは下に降りる手段とあれを取りに行く手段が普通にパズルのはずだと思ってんだけど、全然解けない。やりたいことは簡単だよね。ここの縦のラインで止まりたいから、ここの縦のラインで止まって、ここで止まればいいよねぐらいの感じなんだけど、箱二つありゃいけるんですけどね。箱二つありゃいけるんですけどねレベルのことなんだよな、これ。これよな、これ上に上げられる、できるやん、できるよ。やっぱりなんか変な見逃しがあるなぁ。できないよと思い込んでるから、なんか暗示かかってるのかもしれん。最初から解けないものとして、なんか精神的に諦めてる可能性がある。下のエリアにもこれで入れるんですか？あと一番下のラインに持ってくるだけなんだけどね。この箱を下に押すことができない。左持ってって下持ってって右持ってくみたいな動き方を2回求められてるような気がするけど、なぜできてないんでしょうかと言われたら、なぜだ？なぜかできてないんです。それはここで止まろうねができないからだな。それも問題。あ、下に下げたら左に行けない。本末転倒末。いや、行けるか、行けるわ。行けないって、ここが通れないんだよ。これ左側のパーツを、これを下げ、もうだって左入れないもんね。
これがこっちやんとそもそも押せないよね。これは下に行かないんだよ。ああ。いや、今の動き方ではダメだな。これを右に押しなさい。だけどなんかやんないといけない。いや、ここにあった方が良かったのか。今都合がいいじゃないですか。なんだ。箱を動かさないのが正解だった。そしたらこれがワープ先だし、こっちにも行けるようになる。ここはでも鍵だから今あんまり必要とはしてない。この飛び地が多分パズルに関係するんだと思われ。だね。この岩子、あ、ちょっと待って、そうだ。岩壊せるんだとかいうのあったな。なんかそんなのあったわ。岩壊せる、穴一つ飛び越えるぐらいのアップデート来るんかな、もしかして。右下を指してるね。左下の子が右下のあれを指してる。あと1個だけどっかで取りなさい。この箱は押していく先がない。右半分のエリアに持っていくことができないため、これもう穴を一個飛び越えるはもう見えたな。穴一個飛び越えができたら、なんかできますけど。なんかできそうですけどね。この辺のマス、俺が下に行くことできるのに、それだと。左行ってそこ下から入ってくることとかできて、できたところで木箱は押せないけど。わかんないです。今は解けません。穴がよくわからん置き方されてるところだと、一個飛ばしに置くことで、みたいなのあんのかも。紫色に入れば、左のあの子にワープできるから、緑色に行きたいって言ってる。緑色に入りたい、もしくは上から来なさい。緑色に入るのはここからではできないので、穴飛び越えられるアップデートがある状態で下に落ちなさい。
この上のエリアは分からぬ。ここも穴飛び越えられればあれ取れるね。どこにそのアップデートあんの？多分これって謎解きをやったらいける場所なんですよね。謎解きのメインエリアみたいなやつまだ見つかってへん。もしくは、あれがマップを指してるんだと思うんですよ。このマップのこの黄色い切れ目があの形でしょ。だから、ここを指してたんですよね、さっきの子は。こいつはここを指してんの。そこまではわかる。だけど、そこに行って何があるのか、などが、わからんぜ。下に行ければ開くけど、下には行けないから、やっぱこの穴飛び越えなさいなんだよな。ああ。ここの穴飛び越えなさいはさらになんか追加で何かあるな。行けないはず。これ解けるか？これ解けるんか？あの雲をでも左に押せれば雲で上の場所凍らせられるね。ちょっとアバターが動きません。アバターの調子悪いというかネットワークの回線がよろしくないのでアバターなしです。ストリーマーモードじゃなくていいのよ。この方が見やすいんだよね。雲を左に押せればいいんじゃないかと言っていました。よし、アップで取れる。どこだったかな。この子だ。やっとね、やっと一歩目って感じだね。風くんの能力はなんだ。乗り移りますね。何回でも。っていうか、まず滑らないというのがある。手も取ったりはできないけど、移動できたら移動する。うわ、なんだそれ。ああ、そういうことね。穴を越える能力ってこいつのことなのか。
このポータルなんすか。どうする。まあ来ちゃったんで見るけど、目がない。ホイシーグレット作ってたら辛いな。あーなるほどね。やるなら後かな。やるなら後。ここでアップグレードが入りますという可能性もあるけど、やるなら後だな。だってこの子の特性がまだ分かんないから、もうちょっと慣れてからにしよう。別の物体を吹き飛ばす能力を持つ。このエリアってそのなんかいろいろないかと進められなかったからという意味であんまり見てない。なるほどね、上に登る手段でないね。謎である。氷の城に戻ろう。開けられるか。ちょっと寄り道、寄り道した方が得することがあるから、このゲーム。あ？マジか。あの子が落下するってどうなの？それはそれだけ。何回でも出るのね。何回でも出るのね。真ん中に箱を持ってかないとダメじゃろ。というのがまずあります。はい。この二人は交わることはないのか？あいつはトゲを踏んでも平気なのか？あ、ずれるじゃん。ずらせるんかい。でも私が動かないと動かない。あれ鳴らしてもらえないかな。できるのかな。これをそこに入れるのはナンセンスなのか。消えるんだ。なんでそこ開けたんですかねってこと。何回でも召喚できるとか結構やばい気がする。あー踏めないんだ。踏めない。
赤色を鳴らしちゃいさえすればいいんだよな。まあ多分ずらさないとうまくいかないという類のやつだから、多分ね、それでもずれるのか。すごいむずいよこれ。先読みは不可能と見た。あーきつい。そっか。あれ？ここの穴開いてんのに、ああ、そっか、俺最初に開けちゃったんだ。こっちから箱も、でき。ここであいつが、あの上の空間にいたらな。そこに居続けてくんないかな。うわ、マジか。胸っぽい。あいつ亀乗ったらどうなんだ。なんもない。まあ、なんか所定を間違えたのかな。これをいきなり踏んだのが辛いのかな。まずやることは穴を落とすこと。なんかその複雑に考えすぎない方がいいけど。そして、まあどっちでもいい、鐘を鳴らさせること。
場所が良くないな。下に行って鳴らしてほしい。なんかこれここに入れて良さげだな。先に左開けますか。でも解けないか。青色鳴らす意味が分かんない。あの子がそのまんま、これさ、青色を使わない解放でした。参考にしてください。全部壊しちゃった。今俺が行けることがないね、これは。このモヤモヤをなんとかせんとという状況ですね。多分これがまた、なんかアイテムになると思いました。何がしたいんすか。あー、なんか左下にまず青色は絶対鳴らしたいんだ。だから赤色鳴らしたいんだから、あー、理解理解。あの子だけが通れるよねの意味なのか。入れ替わって赤い鐘鳴らしに行ってもらいたいわけ。むずいね。むずいだろうなそれは。それはね、むずいだろうなと思う。あの子どんどん上に持ってはいけない。それはね、むずいだろうなと思うわけ。逆にそこは私が行くって感じなのかな。
座標をずらすのはもう当たり前として使っていくんだな。縦にそんなに伸びる場所がないんだけど、縦にそんなに歩ける場所ないんだけどな。これで外出ちゃうもんね。縦に4移動する場所なくないっすか。なくないっすか。あーなんかずらす、あいつをここに乗っけるメリットないよね。何かひらめかないと解けないやつな今。あったごめんなさい、直線4だと思ってた。違うね。じゃあ左の青い鐘を鳴らしてほしい。いいよ。これで私がこれを取れ、あの子は破壊可能なのか。はずだよね。じゃないと、またやるのか。またやるんかこれ。いいでしょう。それでちょっと楽になるか。ちょっと箱持ってけって言ってんですかこれ。何をしたいかというと、青いのを鳴らしなさい、さらに赤いのを鳴らしなさい、黄色が鳴らせたらそこの黒いのが取れる。あれは俺が行きゃいい。どうやってこれ取んねん。これはなんだ。これを左、いやだってそこは穴なんだから、これは何ですか。右側の穴を塞ぐしかないが、この箱が動かないのですごいむずい。
ったんだこれ。鐘を鳴らしても別に。ここの穴も塞げない状況だと、この石を左に退避してっていう策も取れないのね。ここのスターはむずいですわ。なんか今の私の力では無理な感じがするやつ。なるほど、こりゃコンプリート大変だな。何かまだ必要だよね。何かまだ必要です。入ります。ああそうなの。氷のエリアを先にやるべきなんだろうと思ってんだけどね。何をすりゃいい。でもスターだもんな。黒いモヤモヤを消去する能力とか誰か持ってんやんか。赤青難しそう。これは難しそうです。自分が押したあのキャラクターに自分が惹かれるよみたいなこともできちゃうんだもんな多分。何すっか、何するか、何しろ赤鳴らして左のやつを鳴らすためになんか、なんかしないといけない。青を鳴らす手段が、普通ではできなそう。召喚する場所がさ、2箇所あるのに、1箇所からしか出てこないな。右上のあれは何なんだ？アクティブになってないんだ。多分不正解のやつ。とはゆえ、とはゆえなんですよね。これを押すために、これをアクティブにするために、これ越しにこれを押して、それをこっちに押してがまずスタートか。ここまではパズル。それをした時に、僕が押してあいつ、僕が押してあいつでストッパーにするみたいなのがありそうではある。今やれる手なし。あいつにスターを取ってもらうは多分どうなんだ、そんなのあんのか。
取れない。消えた。僕がこれを押してあいつに止めてもらうっていうのをやってみたいなと思ってる。意味はないんだけど。じゃあ意味ないだから一回いっか。意味ないからいっか。どいてもらって、多分とても邪魔なんだよな、こいつ。ああ、だから最後下に下げてもらうためか。理解。どうすっかな。どうし、何ができんのこれ。あれを押してさ、それで終わりなんだよ。あの上にある箱を下に押す手段がないじゃろ。今の私にはないのよ。右上のあの召喚スイッチが起動して下に押してくれるみたいなのがないと、それができたら、あの、今、右に押した黄色い子が、左に戻ってこれるので、なんか、ここに激突させて、上に飛ばすみたいなことができそうである。結論、現状解けなそうなギミックであると判断した。これが動くという何かが必要なはず。入りまーす。氷の世界に戻るぞ、俺は。戻るじゃ。後遺症とかとまだ開いてないってやばいな。まだ世界だって半分開いてへんもんな。はい、ってことでもう一回リベンジします。